ガイが来てくれたのか。で、カカシよ、ナルトはどこだ。ここで戦っているんだろう。ナルトは今別の場所で治療を受けている。あとはナルトたちが戻るまで二人でできる限り時間稼ぎをする。いいな、ガイ。いや、一人でいい。ここからはこの青き猛獣が引き受ける。威勢の良さは認めてやる。それだけだから。おさあ、ドリアしかし、たった一人で七に踏み込むとはな。七であろうが、そこに道があるならどこまでも突き進む。それがファイトガイという男だ。面白い。決まった。よし、こっちだ。すべてを破壊する。よし、よし、ダイナミック、こっちだ、ダイナミックエントリー。はぁ、セーフ。ダッシュ、ダッシュ。お前程度の体術使いならば戦乱の時代に5万といた。所詮お前はぬるい世界のぬるい忍び。拳も意志も全てぬるい。こいつ、俺の体術を受けても平然と。この程度で生き逃げか。つまらん。まだまだ。お前も気づいているのだろう。そんな生半可な攻撃では俺に致命傷を与えられぬ。さあ、もっと踊ってみせろ。なるほど、少しは意地を見せたか。最高。ダッシュ。ドリュン、ドリュン、ドリュン。ここまで手こずるとは。ダイナミック。決まった。ダイナミックエレクトリー。セーフ。ダイナミックエレクトリー。ダイナミックエレクトリー。もう終わりか。ガイ、大丈夫です。リークか。よかった、間一髪だったね。多少は踊れたようだが、俺には通じなかったな。さて、これからどうする。さすがにもう手も足も出ないか。今の俺で手も足も出ないのなら、次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ。木の葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を。ダメだよ。それは誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか。お前はもう見せてくれたからな。え、たとえ忍術や幻術は使えなくても
立派な忍者になれることを証明したいですか。まったくいい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。ガイ先生、認めてください。今こそ自分の忍道を貫き守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして己の忍道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。おっす。証拠りもなく。心よ燃えよ、魂よ吠えよ、今こそ自分の大切なものを死んでも守り抜くとけ。第8問開。8問遁光の陣。面白い。未来を守る。そのため敵に燃えよ青春。最後の炎が燃え尽きるまで。発音全開し得意の若い女。まるで秋に散り朽ちる枯れ葉よ。落ち葉。確かにそうだ。ただ朽ちて落ちるわけではない。それは新たな若葉の養分となるのだ。そして青葉が芽吹く新たな春へとつなげる時こそが青春の最高潮。真剣に燃える影。いいな。柱の依頼だ。ここまでワクワクするの。さあ、行くぞ。よし。俺を追い詰めるのが先か、それともお前の命が尽きるのが先か。どうしても、お前にとってこれが最後の戦いだ。その拳が震えたくなるのに、存分に楽しむがいい。ダッシュ！クリア！ノー！敵ぞ！ダッシュ！敵ぞ！ダッシュ！クリア！戦ったものでお前の身に
出る者は一人としておらん。したやつだが、まず耐え切ったぞ。この勝負、俺の勝ちだ。なんだ、この感じは。これがガイの最後の技だ。あれは何だ。それによくよく見ると、指紋を開いたにもかかわらず体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。これならまだ。本当ですか。リ君、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。誰かがガイを助けた。一体誰が。この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も、貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。渦巻きナルト。